それでは続きまして、スピーチの2本目ですけれども、許せな憲法改悪市民連絡会の共同代表でもあり、そして私たち九条の会の事務局も一緒しております高田健さんの方から、岸田改憲と憲法審査会の動向ということでお話をいただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日はたくさんお集まりいただいてありがとうございます。憲法審査会は今という題での院内集会なんですが、実は正月元日からの能登大震災、あるいは自民党と金の問題、こうした問題が今国会で大騒ぎになっている中で、この憲法審査会というのがなんとなく霞んでるんですね。どこ行っちゃったのかな。ただはっきりしてるのは、2月、3月になるかもしれませんが、もし衆議院の予算審議が終われば、すぐに憲法審査会は再開されるでしょうし、そこで改憲の問題が出てくる。今ちょっと静かに見えますけども、私は本当嵐の前の静けさだな、そういう感じで思って見ています。というのは、岸田さんは総理大臣、自民党の総裁になって以降、繰り返し自分の任期中に改憲をやるということを言ってきました。任期中ですから、今年の9月で任期は終わります。今年の9月までに改憲をやるということです。改憲を発言するんじゃないんです。国民投票までやるという約束なんです。これを総理大臣になって以来ずっと言ってきた。今度の、先ほどどなたからか紹介がありましたけれども、今度の施政方針演説でもここに書いておきましたけれども、先送りできない課題についても取り組んでいきます。まずは憲法改正です。衆参両院の憲法審査会において活発な議論をいただいたことを歓迎します。国民の皆様にご判断をいただくためにも、国会の発議に向け、これまで以上に積極的な論議が行われることを期待します。またあえて自民党総裁として申し上げれば、自分の総裁任期中に改正を実現したいとの思いに変わりはなく、議論を前進させるべく最大限努力したいと考えています。今年は条文案の、憲法改正条文案の具体化を進め、党派を超えた議論を加速してまいります。1月30日に言ったんですね。今から20日前、だから岸田さんは今でもこういう考えを持ってるんだと思います。今でも彼の9月30日ですかね、彼の任期というのは、それまでに国民投票をやると言ってる。私はほとんど妄想に近いと思うんですけれども、彼は一応ああいう顔して平気でこういうことを言うわけですね、繰り返し。それも施政方針演説というところで言ったこと、これは大変重大なことだと思うんですね。であえて自民党総裁として申し上げればという、そういう前置きを言ってごまかそうとしてるわけですね。首相が改憲を言うこと、こうした場で公式に改憲を発言することは憲法99条から見て絶対に許されないわけですね。だから施政方針演説の中で今から言うのは首相の岸田ではなくて自民党の総裁の岸田ですと前置きをして改憲をやる。同じですよ。一つの施政方針演説という中で改憲をやると言ってることには全く変わりはなくて、これは明らかに99条違反なんですね。こういう逃げ道を言っても公然と99条違反を言ってる。でちょっと今までよりも今回の施政方針演説はちょっと踏み込んだところが
あるわけです。それをレジュメでいくつか書いておきました。今回は条文案の具体化を進めるというふうに言ってるんです。こんな話まで首相の施政方針演説で出てくるというのはとんでもないことです。憲法改正こういうふうに変えるという新しい彼らの言う憲法の条文案の具体化を進める、そう言ってるわけです。これは大変な問題だと思っています。産経新聞が1月31日に言ってるんですけども、過去6回そうですね 3年やりましたから、過去6回の施政方針演説とか所信表明演説では目標時期に言及しておらず、今回の国会で改憲論議を前進させる強い決意を示した形だと産経新聞は高く評価をして、首相ではなくて政党の代表としての立場ではありますけれども、具体化を進め党派を超えた議論を加速するというふうに踏み込んだと産経新聞は非常に喜んでこれを持ち上げました。今言いましたようにこれはもう明らかに90条違反なんですね。公明党の山口さんが面白いことを言いました。憲法の課題は極めて重要だが、先送りできない優先課題を差し置いて憲法に力を注ぐという状況ではないだろう。まあそれはそうですよね。能登半島であれだけの震災がある、あるいは自民党をめぐってこれだけ大変な問題が起きている、近くは政倫審が開かれるというような状況がある。誰かが言ってたんですけど、この問題をマスコミは政治と金の問題というふうに書く、これが悪いっていうふうに言ってる人がいましたね。私もそう思います。政治と金の問題ではなくて自民党と裏金の問題なんだ。他の政党と金の問題じゃないんですよ。今他の政党の話をしてるんじゃないんですね。それを政治と金の問題一般にすり替えてしまうと、新聞の見出しがそう変えてしまうと、多くの若者たちは政治って嫌だねって話になってくじゃないですか。多くの人がそんな金の問題、政治と金の問題、政治はあんまり近寄りたくない、そう思うじゃないですか。マスコミやっぱり非常に責任があるんですが、政治と金の問題ではなくてまさに自民党の裏金の問題、こういう問題が非常に大きくクローズアップされ、能登半島のあの大震災をどうするのかってクローズアップされている時に、首相は先送りできない課題として憲法を言ったんですね。だから山口さんが言うのはこれは当たり前といえば当たり前です。山口さんを褒めるつもりはないんですが、それは先送りできない課題というのははっきりしたことだと思うんです。でこの施政方針演説をやる前後の自民党の姿勢、憲法改正に対する憲法改悪に対する自民党の姿勢に対して、彼らと同じように改憲を主張してきた維新や国民民主から非常に強い批判が出ているのがこのところの一つの特徴だと私は思っています。維新の馬場代表について言えば、本当に首相は改憲をやるつもりなのかどうか、なんで今憲法審査会を開かないのかということを馬場代表は非常に批判をしています。国民民主の玉木さんも同じようなことを言っています。そして本当にやる気ならば、
与党5党派で合意が形成されつつある緊急事態条項の創設を軸に改憲案の取りまとめを直ちに入るべきだ。で、衆参両院の憲法審査会今開かれていないわけですけれども、定例日以外にも開いて議論のテンポを加速しろと言ってるんですね。定例日というのは一応憲法審査会では参議院は水曜日、衆議院は木曜日というふうに決まっています。定例日に必ず開かなきゃいけないということじゃないですけれども、いつ開くんだといえばこういうふうに申し合わせができているわけですね。これではもう間に合わないから定例日以外にもやれ、水曜日、木曜日、金曜日、月曜日、火曜日、何曜日でもとにかく憲法審査会を直ちに開いていかないともう間に合わないぞというふうに一生懸命馬場代表やあるいは玉木代表が言ってるんですね。今2月の末か3月から再開されるかもしれない、多分再開される憲法審査会ではこの問題が一番責任問題になると思います。そして急いで何をやろうとしてるかというと、この括弧2のことですね。このまま私は予算が終わったからといって憲法審査会を開かせてはならないと思うんです。なぜかというと、その憲法審査会では改憲のための作業部会を作ろうという話になってるんですね。改憲原案です。改憲案、案の文章を作るための作業部会を憲法審査会に作ろうという話が今出ていて、それは去年の暮れに出たわけですけれども、今度開かれるとこの話にすぐなります。作業部会を作るのかどうか、これはもう憲法を変えるということが前提で、そのためにどういう文章にするかというその作業をするための部会なんですね。これをやるには国会の広範な一致がなければ改憲原案を、その作業をやるということは不可能だと思うんですよ。ところが作業部会作ろう、作業部会作ろうというふうに、ね、言っていくと、今改憲派は先ほど福島さんも言いましたように多数派ですから、作業部会だけは先行して作るということになるかもしれない。先行して作って、さあどういう案を作るんでしょうかね。自民党の筆頭幹事の中谷さんは、作業部会を作って実際に改憲の作業に入るだけの条件が今はかなり出てきたんだと、ずっとこの間議論してきて、作業部会をもう作ってもいいところまで来てるんだ、去年の末に言ったんですね。緊急事態条項についてはほとんどの会派が一致していると、9条についても大体大まか一致していると。だから緊急事態条項と9条に関して作業部会をそろそろ作らなければいけないというのが自民党の筆頭幹事の中谷さんの意見です。これは難しいんですね。緊急事態条項というふうに一口で言いますけれども、緊急事態条項の議論というのは私から見るとこの間ほとんどやられていない。やられているのは緊急事態条項の中の議員の任期延長の問題だけ。緊急事態条項というのはいろんな項目があるわけですよ。それらの議論がまともにこの間憲法審査会でやられていない。しかしなんとなく議員の任期延長の議論を緊急事態条項と言ってるんです。これは違うと思うんです。やられているのは議員が自分の任期を延長するための、議員のための、国会議員のための議論なんですね。それは確かにやられてきた。で、これに関しては自民党も公明党も国民も維新もこの辺はみんな賛成してきている。
無所属の人たちのもう一つ会派もありますけれども、これを緊急事態条項についての議論の認識の一致が進んでいるというふうに言うのはごまかしです。これをこうして作業部会を作ろうというのは明らかにごまかしなんだ。だってまだどういうのがあるかといえば、例えば緊急政令という問題があるでしょう。国会が開かれないときに内閣が政令を出して国会で作る法律と同格のような、そういう政令を出すというのも緊急事態条項の一つですよ。これは相当議論しないと、そんなことどうやってやるんだ、どういう場合にやるんだ、どの範囲でやるんだ、いろんな議論が必要ですよ。それから緊急財政措置という問題もあります。国会が開かれないから内閣が緊急の財政措置を決めなきゃいけない。財政というのはもともと国会が決めるものであって、内閣が決めるものじゃないんですね。だからそれはどういう場合にできるのか、どこまで許されるのか、こういう議論全くやってないんですよ。緊急事態に人権が制限されることがあるという、人権の制限というのが緊急事態を口実にどこまで許されるのか、こういう議論はほとんどやられてないんです。だから今単純に挙げて議員任期挙げてたった4つの緊急事態というのを考えただけでも、4つの緊急事態条項のうち4分の3はやられてない、ほとんど議論されてないんですよ。だから終わったからこれで作業部会に行きましょうなんてことにはいかないじゃないですか。中谷さんは球場でも大体の一致があるっていう、嘘です。これも一致はありません。まず公明党さん、公明党さんはここで書いておきましたけど、去年の秋に突然言ったんですけれど、自衛隊をどこに書き込むかということで、忘れちゃいましたけど72条だったですかね、とんでもない、とにかくものすごいすっ飛んだ意見を出してきて、みんなびっくりしたんですけれど、そういう意見を公明党の北川さんは言いました。それから玉木さん、国民民主党の玉木さんは、これは自民党よりすごいんですよ。玉木さんの意見というのは事実上9条2項を削除しろという意見なんですよ。自民党は今そこまでは言ってない。維新の意見というのは非常に曖昧なところがありますけれども、9条を見ても、今挙げただけを見ても改憲案の中で一致してないじゃないですか。議論が終わったから条文の作成に行きましょう、作業部会を作りましょうなんてことにいかないはずなんです。いかないはずなのに、それを今度の国会で初めてできるだけ早く改憲の条文案を作ろうというのが今の岸田さんや自民党の中谷さんが言ってることです。ですから私はやっぱりこれが始まったら本当にとんでもない事態になるなというふうに思っています。こういう作業部会を国会の中であれこれ議論してもらって、どう憲法を、新しい憲法をどうやって条文化するのかなどという議論が始まったら、もう改憲ありきで、どうやってこの国の平和を守るかとか、どうやってこの国の憲法を生かしていくかという議論ではなくなってしまうわけですね。改めてくどくど言う必要もありませんけれども、麻生さんが繰り返し言う、あの台湾有事が起きたらどうするかとか、こういうことを一方では岸田さんの政権の人たちは言うわけですから、これに対して本当に今の日本国憲法の下でどういう対応をしなきゃいけないのか、どうやってこれを戦争ではなくて平和を実現する方向に持っていくのか、
憲法審査会が一番今議論しなきゃいけないのはこの問題だと思うんだけど、どうやって東アジアの平和を実現するのか、どう憲法を変えるかという問題が緊急の問題ではないと思うんですね。この点をひっくり返して今年の年頭の岸田さんの所信表明演説が言ってることに対して私たちは厳しく批判をしていかなきゃいけないと思います。今日2014年15年の安保法制の問題で話がありました。そして昨年は安保三文書というものがその延長で作られました。安保三文書で43兆円の軍事予算をの方向を出した。すごいですよね。とにかく5年間で日本の軍事費を43兆円にしていく、そういう話が出てひどいなと思ってたら、これは皆さんご覧になったですかね、2月20日頃の各紙に出てるんですけれども、有識者会議という財界の人を中心に、経団連の名誉会長を中心にして作られている有識者会議は、早速もう43兆円では足りないじゃないか、物価とかいろんな違いが出てくるんだから43兆円という額に縛られる必要はないという有識者会議の提案なども出ています。去年決めたばっかりのこの43兆円という軍事費、それがいつの間にかもうこれでは安すぎるっていう話が財界からどんどん出始めている。一刻も早く議論しなきゃいけない問題はこういう問題をやっていただきたいわけですよね。今問題になってる自民党と金の問題、きちんともちろん決着をつけてということですけれども、すでに軍事費の問題でこういう話が出てきていることを、私はこの調子ならどこまでこれから日本の軍事費を増大させていくのか非常に不安になるわけですから、国会はとりわけこの問題、これらの問題について頑張ってやってもらいたいなと思います。憲法審査会が多分3月から開かれると言いましたけれども、先ほど冒頭にお話があったように、立憲民主党の皆さんも見ていると今度の憲法審査会に向かってかなり体制を再編したように聞いています。衆議院の立憲民主党の筆頭幹事は大阪誠二さんという方です。北海道のですね、かなりこの間平和の問題、憲法の問題含めて頑張ってこられた方ですね。彼が中心になって立憲民主党はこうした自民党の作業部会を作るというような動きに対して戦う体制を取りつつあるように私から見ると見えます。参議院の筆頭幹事は辻元清美さんです。辻元清美さんが参議院の筆頭幹事に座って、これも憲法審査会に対応しようとしている。私はこの間の憲法審査会の動きの中で、今回立憲民主党の皆さんはかなり考えられるいい体制を取ったなというふうに私自身の感想では思っています。私たちと議論がしやすい、いろいろ討論がしやすい体制を取りつつあると思います。これに他の立憲野党の皆さんが一緒になって、確かに少ないけれども数は3分の1を割っているけれども、今度の施政方針演説のような岸田さんの動きを
動きに対抗していく、そういうことが非常に重要だと思ってるんですね。球場の会は今年の年頭から去年からですかね、これらの立憲野党の皆さんに対する私たちの声を届けるファックスなどで声を届ける運動を呼びかけています。今できつつあるこういう野党の戦う体制を私たちが本当に支えて、国会の外からこの岸田会見を阻止していくような、そういう行動をやる必要があると思うんですね。まあ私自分が出さなくても誰かやってるからいいじゃないかというふうに思わないでもらいたいんですね。そしてもちろん自民党や公明党に対する抗議、あるいは維新や国民民主党の改憲の動きに対する抗議の動きを強める必要があると思います。よく言われることなんですけれども、岸田さんが本当にどこまでこの改憲に突っ込もうとしているか非常によくわからないところがあるんですね。さっきもちょっと宏池会との話が出てきました。岸田さんはこの今回総理大臣に当選する前は、しばらく前は自分は安倍さんと違って護憲派なんだというジャンク雑誌なんかにそういうのをインタビューで書いてることがありました。岸田さんの宏池会というのは一応そういう立場だったんですね。古賀さんなんかは球場についてかなりしっかりした単行本も出している。ところが総理大臣になるときに岸田さんはコロッとこれが変わったわけですね。安倍さんの今問題になっている清和会の支持を得るために彼は自分の任期中に、総理大臣になったら自分の任期中に憲法改正を実現しますというふうに安倍派に約束をして、その支持を得て総理大臣になったんですね。安倍さんという人は政治家になった時からこの憲法を憎んで、なんとか憲法を変えたい、そういうことで政治家になり首相を目指したんですね。それなりに信念があるといえばあると私は思います。岸田さんは何ですか。岸田さんは何のために政治家になろうとしたか本当わからないんですよ。だって憲法を変える必要はないということをずっと言い続けて国会議員をやってきて、最後に来て自分が総理大臣になりたいために改憲をやりたいという安倍さんと手を組むわけでしょ。総理大臣になりたいために政治家になった人、安倍さんを褒めるわけじゃないんですけど、これでは政治家はダメだと思うんですよ。だからかえって危ないかなと思いますね。総理大臣の椅子を維持するためには何でもやる。自民党の岩盤支持層が2割ぐらいあると言われる。国会議員の中でも強固な改憲派っていうのはそういう部分ぐらい言っている。これらの支持を得ながら自分の地位を維持していくというために岸田さんはやっぱりこだわる可能性があると思いますね。任期中の改憲という言葉は安倍さんが言い出したことなんですね。安倍さんは自分の任期中に改憲をやろうとしてできなくて途中で放り投げた。そして最後は殺されちゃうわけですけれども、任期中の改憲という同じ言葉を安倍さんが言った言葉を岸田さんが引き継いで今改憲を進めようとしていることは、最後の時間の関係がありまして最後のところに行きますけれども、3ページの真ん中の論に書いておきました。こういうふうに岸田さんが進めようとしているのに対して私たちがどうしていくのかという問題があります。で、一つは選挙の問題ですね。今年の4月には間違いなく
補欠選挙が最低3カ所である。東京15区、島根、長崎、他に出てくるかどうかわかりませんけれども、この3つの国政補欠選挙で改憲を進めようとする勢力に、改憲に反対する立憲野党の側がどれだけ打撃を与え勝利できるかというのが、私は一つ大きなことだと思います。そして今年はその後、7月7日に東京都知事選挙があります。小池さんが出てくるのかどうか分かりません。いろんな与党話があって、15区に出て衆議院議員になって、その後総理大臣を目指すんじゃないのなんていう目玉が飛び出るような話まで含めてありますけれども、この東京都知事選挙で改憲に反対する人たちがどれだけ大きな戦いをすることができるかどうかというのが2番目の課題だと思います。3番目に、いずれにしても9月30日に岸田さんの任期は終わりますし、普通考えれば6月末に今の通常国会は終わります。改憲の任期中の改憲と言ってるこの前後で総選挙がもしかしたらあるかもしれない。去年からずっと総選挙が近い近いと言われてきたわけですけれども、これらの国政にまつわる3つの大きな選挙というのは、この改憲を阻止していく上で大きなポイントになると思います。それからもう一つは、先ほどから言ってますように、今日もたくさんの方に集まっていただきましたけれども、こういう運動を国会の中でも外でも大きく盛り上げていって、市民は改憲を望んでいない、今急いでやるべきことは改憲ではないという世論をどれだけ作れるかということが非常に重要な課題になっていると思います。集会もあるし、デモもあるし、いろんなやり方があるでしょう。今こういう政治の下ですから、戦わなければいけない課題が本当にやたらに多いんですね。ウクライナどうする、パレスチナガザをどうする、たくさんあります。この軍事費の異常な拡大、そして殺傷武器まで外国に輸出をするようなこういう動き、原発を再稼働するような動き、今たくさん悪政をやってますから、それに対して戦いはいろんな課題があって、運動全体が必ずしもまとまりを欠いている面もあると思うんです。しかし全体にこの岸田内閣を阻止する、倒すというところで大きく私たちの運動を盛り上げていくことが可能かどうかということが問われていると思うんです。改憲ができなかったら、任期中に岸田さんの内閣は倒れます。それはこれだけ言ってるわけですから、いろいろ弁解するでしょうけれども、倒れますというか倒します。そうしないといけないと思うんですね。だからその悪性、原発にしろ今挙げたさまざまな悪性、これを本当に阻止していくためには、私は岸田内閣との戦いが非常に重要になっているのではないかと思います。2024年はいずれにしても改憲と日本の進路をめぐる重大な政治的衝突の年になっています。崖っぷちの岸田内閣を改憲の失敗に追い込んで政権交代に道を開く課題、これが私たちに今問われているように思います。救助の会がこの間全国の皆さんに呼びかけて、さまざまな形で運動を呼びかけていますけれども、救助の会も参加している全国市民アクションというのがあります。
総係行動などと一緒にやってるわけですけれども、こうした団体が大きく力を結束させ協力して国会外の運動を盛り上げていきたいと思っています。最後ですが、私は憲法審査会、これで24年ぐらいずっと憲法調査会以来見てきました。ほとんど傍聴もしてきました。それらの中でやっぱり今が憲法審査会の動きは一番大変な時期だなというのを感じています。今本当にこれを岸田内閣を打倒する方向で私たちが乗り越えれば、もう一回この国を戦争する国ではない、新しい戦前ではない時代に巻き戻すことが可能だと思うんです。それを本当に実現できるかどうかというのが今問われているかなというふうに思っています。今日はたくさんの皆さんにおいでいただいてありがとうございます。ぜひお互いに力を尽くしたいと思います。高田さん、どうもありがとうございました。高田さんのお話の最中に、衆議院の野党筆頭幹事の大坂さんもお見えでした。ただし3時30分からの会議のために退席されました。先ほど高田さんのお話にそうだというふうに力強いエールをですね上げてくださったのが大坂さんです。ここでご紹介しておきます。それでは連帯の発言を2本いただきたいと思います。まず改憲問題対策法律家6団体連絡会の弁護士の大江京子さんの方からですね、今まさに改憲派が進めている任期延長の改憲論の問題点などもですね含めてお話をいただければと思います。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介いただきました6団体連絡会弁護士大江です。高田さんのお話にもありました通り、特に衆議院の憲法審査会では議員任期延長改憲発議まであと一歩のところまで詰めてきている、そういう客観的な状況があると思います。しかも金の力やフェイクニュースで改憲の国民投票を左右できる、もう大欠陥の改憲手続き法は全く手がつけられていない、欠陥そのままなんです。こういう中で私は今日2つ発言したいと思います。国会議員の任期延長のための改憲、国会議員の任期延長改憲全く必要性がありません。この点は昨年の通常国会の参考人質疑、長谷部さん、土井さんらの参考人質疑で一層明白となっています。6団体と市民アクションがブックレットを作成して全く必要性のない改憲を今議論しているんだということを徹底的に明らかにしています。ぜひお手に取って学習会などで使ってください。また6団体と憲法学者23名が改憲推進誤解派に対して、あなた方は任期延長改憲の議論はもう十分行った、熟議した、もう完全に論点は尽くしたって言ってますけれども、これとこれとこれについて答えてくださいと基本的な質問を公開質問状の形で出しましたが、期間1回締め切り延期したんですけれども、どこからも回答が来ない、全く議論されてないんです。本当に議論が深まってない。6団体や憲法学者から見てもですね、本当に必要な議論何一つできていないのに、さあ条文作りましょうと中谷さんは言ってるわけです。もう一点、まず必要性がないという点ですね。それと議員任期延長改憲というのはですね、これはですね、私は非常に危険な改憲だと思っています。なぜなら任期延長改憲は
一つにその憲法に武力攻撃自体、戦争自体が書き込まれるんです。今3会派が出している条文案、5会派がもうほぼまとまってるねって言ってる条文案にすると、要するに憲法に戦争が書き込まれる。これはですね、非戦の憲法、戦争を放棄して戦争に関わる条項一切書かれていないこの平和主義の憲法に初めて戦争と堂々と明記される改憲なわけです。と同時にですね、この憲法がその国会議員の任期延長改憲、もう一つその何かっていうと、国会議員の任期延長なんてきれい事言ってますけれども、これ何かって言ったら、我々の主権者の選挙権を停止しちゃう、奪っちゃう、一定期間制限する、停止しますよという、それを堂々と憲法に書き込む改憲なんです。国民主権に大きな穴を開ける、民主主義の基盤を切り崩す、そういう内容なんです。任期延長の期間って、内閣の恣意的な判断でいくらでも、あ、選挙がちょっとできなそうなんで半年1年あるいはそれ以上も可能だっていうことが今議論されてるんですよ。国民主権の根本である主権者の権利、基本権が彼らの勝手な都合で自分たちの任期を延長するためにそれで止められてしまう、そういう内容の改憲案なんです。これすっごく危険ですね。憲法の平和主義と国民主権の二大原理に大穴を開けようとしている改憲の中身なんです。私が今日マスコミの方もメディアの方いらっしゃると思うのでぜひお願いしたいんですが、ここら辺の本質的なところが全然メディアで報道されていない、ぜひ書いてほしいと思います。3月4日に6団体と先ほどの憲法学者23名が、彼らは公開質問状に一切答えられませんという記者会見を行いますので、そこにメディアの方ぜひ来てください。そして高田さんのお話にもありました、レジュメにもありましたけれども、自民党の本丸は9条の改憲なんです。任期延長改憲もちろん危険ですよ、危険だけれども本当に狙っているのは9条の改憲、自衛隊明記ですよね。もしその任期延長改憲万一その許すようなことがあれば、次は必ずもう9条に手をつける、あるいは9条とともに発議をする、そういうことを彼らが狙っているんだということをぜひ皆様に訴えさせていただきたいと思います。岸田政権は一昨年末安保3文書改定の閣議決定により、9条に基づく専守防衛の基本を金繰り捨てて、アメリカの意向のまま日本を戦場とし、自衛隊を最前線で中国と戦わせる、そういう戦争の準備を進めています。アメリカの兵器を爆買いしたところで抑止力が高まるわけがない、平和が訪れるわけがない、そんなの常識です。ガザやウクライナで市民が今どんな惨状にあるかを目の当たりにしながら、進んで日本の国土とそこに住む人々の命をアメリカの覇権戦争のために差し出すような岸田政権を私たちは絶対許すことができない、許してはなりません。圧倒的な市民と労組と野党の共闘により、私たちの自由や生活を根こそぎ犠牲にするような軍拡や戦争準備には反対、戦争と戦争のための改憲には絶対反対という声を大きく広げましょう。今チャンスです。このぐらい自民党ガタガタになっているときに倒せなかったら、もう倒す時がないんじゃないかというぐらいチャンスだと思ってます。ぜひね、今年一年本当に皆さんと一緒に法律家も頑張りたいと思います。ありがとうございます。大江さん、どうもありがとうございました。お手元に6団体が作られたパンフレット の宣伝のチラシがあります。もう残部禁唱だそうで、そろそろなくなりそうなので、競って皆さんですね、学習会などでご活用いただくためにですね、申し込んで、ご活用いただければというふうに思います。
それでは続きまして、今日の主催者のでもあります戦争させない救助を壊すな総係行動実行委員会の宇田川義和さんからお話をいただきます。予定されている発言の最後ですね、もう少しお付き合いください。ご紹介いただきました総係行動実行委員会の宇田川です。総係行動実行委員会、一昨日99回目の19日行動を行いまして、今進めています大軍拡大増税反対の署名を21万8661人、9条改憲などに反対する憲法改悪反対署名を19万2885人提出いたしました。昨年からの累計で言いますと、大軍拡反対署名は95万7142人、憲法改悪反対署名は819万648人だと思います。これを国会に提出していると思います。粘り強い取り組みが各地で行われている、このことが今の数字に反映していると思いますが、しかし情勢は先ほどからお話しありますように、戦争する国づくりと改憲策動が同時に強まるという、かつてない厳しい状況にあることはご案内のとおりです。戦争する国づくりの中身も、5年間43兆円の大軍拡、多国攻撃可能なミサイルの購入開発などの敵基地攻撃能力の保有にとどまりません。沖縄など南西諸島での新たな基地建設やミサイル配備、民間港湾、空港の軍事利用、在日米軍と自衛隊の共同訓練の頻度と内容の進化など、対中国を想定をした軍事体制の整備強化が日々進行しているという状況だと思います。沖縄などでは再びの戦前が始まったのではないか、そう思わざるを得ないような状況に至っているように思います。しかしそれだけではありません。この通常国会に出されています予算や、あるいはこれから出されようとしている法案も目や耳を疑うものが少なくありません。先ほどもお話ありましたけれども、すでに反対の運動も起きていますが、経済安保を口実として特定秘密保護法を民間分野に拡大をする、セキュリティクリアランス制度の導入、災害や感染など国民に重大な及ぼす事態の際に国が個別層によることなく自治体に指示することを可能にする地方自治法の改定、有事の際に民間の事業者に対して食料の増産や生産の転換、花ではなくて芋を作れと命じることができるような農業基本法等の改定などが一斉に今国会に提出される動きになっています。また殺傷能力のある武器の輸出にも今踏み込もうとしています。でさらに、平時から 陸海空自衛隊の部隊を一体化して運用する、そして在日米軍との指揮権の調整のための総合作戦司令部の設置法と予算もこの国会に出てこようと、出てきています。こういうふうに並べていきますと、この国会に今政府が提出している案件の相当部分は安保三文書の具体化、有事体制づくりに向けられていると思ってしまいます。どの課題も憲法課題、議論が必要だと思います。国民的な論議が必要だと思うんですけれども、政府にも自民党にもそんな動き微塵もありません。仮にこれに今日も議論になっています憲法審査会での緊急時における国会議員の任期延長論議が進められる、こういうことになっていくとすれば、国会は壊す意味での改憲国会になってしまいかねない、こんな危惧を感じています。さまざまな世論調査で内閣支持率 20%、10% 台に低下をしておりまして、不支持率も歴史的な高さになっている。自民党支持層からの、批判も強まっているという状況だと思います。当然で裏金作りを組織的に行いながら、何が悪いんだと言わんばかりに開き直っていく。再発防止へ企業団体献金や政治資金パーティーの禁止、政策活動費の規制、こういったことに全く後ろ向きな自民党にほとほと愛想が尽きてきている、これが多くの皆さんの実感では
ないでしょうか。まあ、にもかかわらずです。にもかかわらずなんです。なんででしょう。岸田首相などのあの余裕の態度は。先ほども話ありましたが、43兆円の軍事費をもっと増やすという議論が今起きるのはなぜなんでしょうか。まあ、俗な言葉で言えば、舐められてるんじゃないでしょうか。私たちは、総がかり行動実行委員会も、先ほどご紹介をしたような、署名を軸に、全国的な学習会や講演会を開催をし、全国各地で取り組み、粘り強く取り組んでいますし、19日行動などにも取り組み続けていますけれども、もう一つ大きな運動のうねり、作り出すことができていないというのも率直な事実であって、強く自制をしています。今年も5月3日に東京では、有明防災公園での憲法集会予定をしていますが、その直前に4月28日、補欠選挙を予定をされております。ここで自民党を追い詰める、憲法集会で大きな運動の飛躍を形にする、可視化をする、次の総選挙で自民党を過半数割に追い込む風をここで吹かしていく、そういう心構え気合で取り組みを進めていきたいと思います。戦争する国づくりへの足を止める状況、それを今作らなければならない、この決意も改めて申し上げ、そのための努力を続けていくこと、皆さんとご一緒に戦い続けることを申し上げて、総がかり行動実行委員会からの発言にしたいと思います。ありがとうございました。小田川さん、どうもありがとうございました。今日は188名の皆さんの参加で、見渡していただければ分かりますように、この会場をいっぱい埋め尽くしてですね、この集会を催すことができました。どうやら無自覚かもしれないですね、改憲の道に進もうとしている岸田首相、これにですね、やはりそのような政治家、そして政治はごめんだという、そういう国民の声をですね、このような形で自覚させられる、突きつけることのできる、そういう大切な機会になったのではないかというふうに思います。で、これをきっかけにいろんなところでそれぞれの持ち場でもってですね、改憲反対の声を大いに広げていこうではありませんか。本日はどうもありがとうございました。